面が暗い。おはようございます。ゆたにゃんさんいつ会えるかな。次今日ねなんか最近夢めっちゃ見るんですけど、今日の夢がなんかちょっとあんなんだっけ、方眼あこじゃないかな。今度会いましょう。いつだろう。あの方眼がなんかよくわかんないシチュエーションだったんですよ。なんか4期でイベントに呼んでいただいて、夢の話ですよこれ。4期でイベントに呼んでいただいて、でそしたらなんか私が砲丸投げることになって、砲丸って知ってます？なんかこうやってオラーって投げるやつなんですけど、砲丸をすることになって、砲丸しようとしたんですけど、重さがあの男子と女子で重さが違うんですよ。で女子が 2.721kg で男子が 5kg なんですけど、なんか 5kg が用意、そういつもゆうたが投げてるやつ、そうなんですよ、 5kg が用意されてて、私が「あこれ 2.72 なんですけど」ってそう言ったら、なんか「いやなんかいやいや5キロで大丈夫ですよ」って言われて、いや優愛が大丈夫じゃないんだよなって思いながら「ああ」とか言って投げて、でその後になんか曲を披露する予定でだったけど、優愛が何の曲披露するか忘れちゃって、でもなんかコンサートでやった曲やるみたいなとか言って起きました。いやこれ何の夢かちょっとよくわかんないんだけど、ちょっと言いたかった。なんかね不思議な夢を最近見るんですよ。そうでもやっぱあるなって思ったのが、やっぱりあのよく分かってない状態でステージに出ちゃう夢っていうので、夢が大丈夫じゃん。そうびっくりした。なんかやっぱなんかあるね、よく言うじゃないですか、アイドルってなんかそのフリーレとか立ち位置とか分かんない状態であのステージ出ちゃうみたいな、本当にそういう夢見るんだなって思って、いや怖いんですよ。まあ正夢はちょっとやめて、本当に怖いから。だって私が立ち位置分かんなかったらその場に突っ立ってることになるもんだから、それが一番怖いですよ本当に。筋肉もりょ絶賛筋肉痛、ちょっと待って、さすがに治らないんだけど。バンドやってたけどたまにそういう夢見る。すごい、バンドどこなんだろう、どこ、ベース、ボーカル、ドラム、なんだろう、すごい。いや怖いですよね。ベースね、不安な歌詞でもあったのか。あった、2番が何も分かんなかった。2番が待って嘘でしょっていう感じ。俺は野球部でした。すごい、どこだろう、すごい。俺もよくわからない夢見るよ最近。見てないけど見ますよね、よくわかんない。深い心理で準備は万全にしておきたいと常に考えてることがわかる。すごい、夢占い、や
とっさに女子が 2.7 キロって言えるのすごい。そう、もう染みついてますからね、もう 2.721キロ投げてるんで。俺も野球すごい。え、野球もサッカーもできるってこと？できるってか好きって。リアルすぎる夢見ると寝た気がしなくて疲れるですよね。最近見るんだよな。何見たんだっけ、昨日の夢なんだっけな、忘れちゃったな。21にオンライン来ます。待ってます、待ってます。え、最高、ありがとうございます。何のお話しよう、楽しみ。円形ステージで実際に立ち位置なくなったメンバーいたの。え、丸いやつってこと？すごい。でもなんか見たことある、なんだっけ、 K-POP アイドルのやつで、なんかこうあの劇場にあるじゃないですか、劇場のウィーンって上がるところ、地面が上がるやつ、あれみたいなやつがあって、こう真ん中でグイーンって上がってきて、それがくるくる回ってくんですけど、一人の人が乗り忘れちゃってっていうのは見た。それじゃないのかな。そういえばお話し会11月なら行くよ、待ってます。楽しみ。そう、お話し会早く始まってほしいんだよ、楽しみ。セリ感、多分なんか上がるやつ、なんか夢品公園とかでなんかよく上がってる気がする。ちょっと昔の公園だと上がってる、ウィーンって言ってなんか高くなるやつ。8月のオフラインも今日めっちゃ会える、今日じゃないや、8月めっちゃ会えますね。あ、8月と7月、すごい、大丈夫。あのユーリンさんでさえ公園で立ち位置忘れて棒立ちしたことあるから、すごい、なんか一番恐れてることじゃないですかそれ。頑張ってください、ありがとうございます。いや、なんか直前で立ち位置とか飛んでいくと怖くなる。おしゃべりからなお二人きりの話をしましょう、バー話しましょう。いやー、なんだっけな、昨日の夢あれちゃったな。いや、でもなんか今日の夢めっちゃ覚えてるぞ。なんかそう、髪の毛もセットしてなかったんですよ私。なんかほとんどこの状態で出たみたいな、なんかあれ今日ってヘアメイクないのみたいな感じを、もうステージ出る直前に言うみたいな。いや、すな、当たり前の話してごめん、全然いっぱい話して、そのままこれで出た。なんなら前髪もないし、前髪あったのかな、出る場所はタイミング間違えたりっていうのもレアだけど、コンサートの時怖かったですねそれ。タイミングはそんな4期結構一気にバッて出ることが多かったからよかったんですけど、上手なのか下手なのかが分かんなくなっちゃって、あれこの曲どっちだっけってなって、なんで言うと優しい、そんなことない。いや、コンサートね、コンサートまたやりたいな。もうめっちゃ大変っていうか、私たち全然そんな先輩方に比べたら出る曲も少なかったけど、あーほらありがとうございます。そう、出る曲少なかったんだけど、なんかそれでもなんかもう何十曲も覚えることなんてなかったから、もう多くても全然4曲くらい、それぐらいだったから、もう急にねこんないっぱい出させていただくことになってね、え、びっくりびっくり。
あでもなんとかはなるんですよ。紙ティッシュ持って間違えてもめっちゃ走って反対側行けば。でもね、先輩方と踊る時も私たちが間違えたらちょっと先輩方にも迷惑かかるわけじゃないですか。それがね、もう絶対に先輩のことは邪魔をしてはいけないっていう強い意志。ああ100回目ありがとう、ああフォローもありがとうございます。いや本当にいい経験、本当にいい経験だし、こうやってどんどん成長していくのね。ですね、ですよ。だってコンサートで私強くなりました、本当に。なんかめげない心っていうか、なんか悲しくなっても、ああフォローありがとうございます。いやね、曲の途中で出るときなんかタイミング外したら大変だよ。ですよね、なんだっけ、今日負けとか一人ずつ出てこられるから、ね、遅すぎてもあーってなりながら立っちゃうし、早すぎてもなんかあどうしようみたいななっちゃいます。あーフォローありがとうございます。ね、だってね、公演とか何十曲ってことでしょ。違うの、今日同じ間違いしなきゃ。おーすごい専門家っぽい。振り見せても堂々としてればバレにくいね。それは思う。だって例えば初披露の曲だとしたら、まあ、よくないですけどね、よくないけど堂々としてたらバレない。だってこっちなのかこっちなのかってそんなしっかり見なければまあまあわかるか。昨日って昨日合唱祭の曲をクラスの曲を決めてたんですよ、クラスでね。いや本当に合唱曲っていい曲だなと思って、特に3年生になるとな、曲がな結構有名な曲っていうか、なんだろう、手紙とかエールとかゆずさんの友とか、あと何あなたへとか虹とか証ゆい言ったっけ、あほんの感じだ。そういうなんていうんだろう、なんかすごく有名な感じがの曲が多くなって、 1,2 年生の時はまあ、聞いたことないけどああいい曲だなみたいなのが多かったんですけど、3年生はいい曲で知ってる曲だからすごく楽しみで、もう本当に毎年3年生の合唱がもう好きすぎてめっちゃかっこいいんですよ。もうなんていうの、なんか魂みたいな感じ、本当になんかかっこよくて、私たちも歌えるのかなとか思いながらやってるんですけど、まだ決まってなくて、昨日の放課後になんかクラスでちょっとかぶっちゃったらばらけさせるよみたいなことをしたんです。いやどうなるんですかね、今日の朝わかんのかな、何の曲かな。私たちのクラスの第一候補があなたへっていうやつ曲だったんです。合唱曲マックス時315、いいですね、そうします。ゆうたんはソプラノあると、ソプラノやってたけど声は低いなって感じ。 1,2 年生は指揮者やってた、3年生はそう歌おうかなって思って、まあでもソプラノかな。一回あるとしたことあるんですけど、あると合唱曲じゃなくて普通に授業でなんか人数の感じで動かなきゃいけなくてアルトにしたんですけど、まあ難しくて、なんか本当にアルトできる人すごいなって思って、
3年生の時は卒業まであと何日カウントダウン黒板に書いてたの。あーありますよね、懐かしい。小6の時やったね。いやてか嬉しいのが3年生春休みめっちゃ長いですよね。まあ受験あるけど、なんて言うんだろう、春休み結構ある？ 1 ヶ月ぐらいある？確かリリカ様は思い出公演の自己紹介 MC で立ち位置間違えてスイスイさんがめっちゃ笑う。あれすごいですよね、バーって入られて。でも高校から課題出る、え？何？そうなんだ。あでもね、課題ならね、課題はすぐ終わらせられるんですよ、やるだけならね。しっかりそれを身につけてこいって言われるとちょっと大変なんですよ、それをしっかりやんなきゃいけないから。だから2月頃から夢の国が激混みになる。そういうことか、もう私立の人決まってるってこと？新入生テスト？何？何？そうなんだ。まあでもね、なんか受験頑張ったらいっぱい春休みがあるってことで。たかしが一番可愛い、またね、ありがとうございます、バイバイ。あー実力テスト、あそうなんだ、合唱コンクールないっすよ新潟だって。どう待って、それさ三部合唱にしたらめっちゃ面白くない？愛してる新潟やば、私立なら早くて12月には決まるんだ。なんかそれぐらいからテストとか始まりますよね、1月12月。新学校は入学前の準備で課題出るとこある。あーそうなんだ。高校生になったら自己紹介も変わる。え、そうですよ、15歳の、はい、高校1年生15歳のゆうたんこと高島ゆえですですよ。あ、最年少かもしれないのか。え、どうですかね、5期生いつ入ってくるんだろう。いや私が予想してるのは次の5期生さんは3はもうめっちゃ最年少って感じじゃないかなって思ってる。え、なんかリリカさんももうなんか可愛いと大人っぽいを兼ね備えた方じゃないですか。で私もなんかそんなすごくなんて言うんだろう、最年少顔とかそういうわけでもないと勝手に思ってたんですけど、どうなんでしょう。まあなんか23歳って言われてるぐらいですから。いやだから次はもうなんて言うんだろう、本当にあっ かわいいはあっていう感じかなって。そう、高橋もそんな本当に子供っぽいっていう感じじゃ、まあまあそんなね、大人には大人ですとは言えないけどね。ええだって私がこうなんていうのね、年上になるってことでしょ。え、すごい。もしもね、ここに年少メンバーほどしっかり者が NGT の伝統、おお、え、すごい。じゃあしっかり者の認定されたってことか、運営さんが。たかしの妹ちゃんね、妹ちゃん言うときますよ。
でも妹ちゃんね、サッカー選手しながら女優さんやるって言ってるから、ちょっと応援します。いいね、ありがとうございます。ねえ、ゆた、見た目は子供、中身は大人だと。あ、見た目は子供だったですよね、まだね、まだね、全然ね、そうですよね大人っぽくなります。いや、思ったのが、あの眉毛をちょっとなんていうんですか、ちょっと茶色にするだけでちょっと結構大人っぽくなるっていうか、垢抜けるっていうかっていうのに最近気づいて、ちゃんとやってるんです。今までは結構あんまりそんなやんなかったんですけど、ちょっと最近ちゃんと。弟くんも、弟くん入る、すごいな。明日仕事で国立間に合う、まあお仕事頑張ってください。大変だ、土曜日も頑張ってください。で、弟子にしてくれ、ぜひ。いやいや、あんまり子供っぽくないから堂々とするね。ちょっと待って、面白いそうなんだ、大人っぽい方がいいのか。アンナちゃんみたいにお姉ちゃんがアイドル楽しんでるとか加入してくれるかも。確かに、ちょっとね、あのいろいろアピールしたけど、まあでもね、だとしたらね、すごいですよね、面白いだよ。ねえ、ね、MB さんのね、最年少13歳でしたっけ、11、え、待って、11歳、11歳小5か6、ユニコ早もん、わちゃん、あとちょっとだけする。あ、ほら、ありがとうございます。嘘でしょ、11、ランドセル世代、え、小5小6、大人っぽいんだ、やっぱり、すごい、めっちゃ子供、え、かわいい、会いたい。NGT はまだ小学生の加入はない。小熊つぐみさんって中学生なの、12歳、ん ?12 歳、あ、中学生、昔は11歳から23歳が年齢制限だった。そうなんだ、狭くなったのか、11歳か、すごっ。え、私より3歳下ってことでしょ。あ、小松組さん11なんだ、同期の差が10歳ぐらい、うわー、え、すごっ。だって私とはるちゃんも7歳、すごいですね。え、待って、11歳、ランドセル背負ってるのか、え、すごい、なんかすごく遥か昔な感じがしてきた、ランドセルは。いや、松井樹里奈さんも11歳で加入、そうだったんだ、すごー、いやー、なんか私普段なんか、なんだろう、西方さんとかに、いや若いねって言っていただく、言っていただく側っていうか、なんかね、だったからね、私がね、えってなるかもね。そうなんだ、いやー、すごいです。いや、次のね、ご帰省さんは、あ、松井ジュニアさんね、小学生センター、何でしたっけ、何だっけ、ダブルセンターみたいな、何だっけ、
次加入していきなり MV の主役すごい。いやユニコはついこの前までランドセル背負ったでしょ。でも言っても3年前です。ん3年前か3年前ですよ。3年って意外と長いか。あ、大食いダイヤモンドか。いやーすごい。どうい4期生がまだ研究生公演もやってないか。ああねー、そうですよ、やりたいですよね。私もやりたい。そうですね、NMB さん公演とショールームのなんだっけ、なんか毎週みたいな。最初の配信の頃はランドセルだったよ。あ、でしたね。13まだランドセル持ってるよと昨日の配信で行こうか。そうなんだ。え、もうじゅんちゃん背負ったらもうなんかほぼほぼランドセルになりそう。そうなんだ。え、13が一番ランドセル似合うよ本当に。意外と大人なんだけど意外と中身も子供なんだよね。結局子供やないかいって感じなんだけど、いや大人っぽいんだけどね、大人っぽいとこもありつつも結構子供っぽいもあるよっていう感じ。いやー11歳か。今ニコニコ動画大変なことになってるから。ああ NMB さんの有料コンテンツが YouTube で無料なんだよ。そうなんだ。はあそうなんだ、すごい。いや11か。プロフィール見よう見ようって言って、ユニコもセンター目指す。頑張ります。ちょっと頑張り、いやセンター出たね。いやね、とりあえずね、照れるようにまずみたいな。頑張ります。だってね、最初にぶっ飛ばしてポンポンって感じで頑張ってきます。応援するから心強い、嬉しい、ありがとうございます。あ、お仕事頑張ってください。じゅっちゃん前座メイキユータに行こうと思うの。え、どうなんだろう。結構聞いてくるは聞いてくるか。とりあえず前座のセンターですね。いつだろう。あ、違う、ちょっと待って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 、あれ今日ってやったっけ。ねえ長友さんに会いたい本当に。ちょっと この配信を見てる長友さん、全長友さん、ちょっともしも見ていらっしゃったら、高島優愛があのちょっとあのすれ違うレベル、すれ違えたらちょっと嬉しいです。すれ違えたらっていうか待って、英語あったらちょっと待って、あと7秒後に始まるんだけど、ちょっと待って待って、ちょっと見てるはずですよね。そうです、ちょっと待って、英語始まる、ちょっと待って。じゃあ男女読みさせていただきます。いきます。13位 RC さんありがとうございます。12位なほこちゃんありがとうございます。ちょっと待って待って、11位まみさんありがとうございます。10位よしさんありがとうございます。9位てるてる坊主さんありがとうございます。8位キョロちゃんさんありがとうございます。7位なっち0617さんありがとうございます。6位たかおさんありがとうございます。5位えんちゃんすんさんありがとうございます。5位、4位まーちさんありがとうございます。3位でけ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 ちゃん、ピーメガネさんありがとうございます。2位はでけ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 で
シャトーさんありがとうございます。1位はじゃん、おじゃさんありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございました。いえいえ、はい、今日頑張ったら私はアルサポ級に行って、あ、じゃんけんしてない、そうだ、あ、行きますよ、いいですか、出す手は決まりました、行きますよ、最初はグーじゃんけんポン、お、お、パー、お、グー、お、あ、チョキ、すごい、グー、グー、お、あ、勝った、負けた、おーおーおー、グーで負けた、よーし、私の思惑通り、だって私ガングー大丈夫、そうチョキだと思うじゃないですか、だからちょっと皆さんグー出すのかなって思ってパー出しました、勝った、あ、すごい、初めて、おー、おそろっちだ、勝てないんだが、ありがとうございます、待って、ユニコーンじゃんけんとか言わなかった、普通にじゃんけんぽんって言ってた、まあ、タイプが違うの、合いますね、いやー2勝目すごい、では英語に行ってまいりたいと思います、なんだよすごい投げてる、かわいいこの絵文字、皆さん金曜日も楽しみましょう、わー、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとうございました。